彦義和アニメーション原画集機動戦士ガンダムを買いました。いい感じの手触り、高級そうです。早速開いてみるとよ、なんかすごい細かいところからこんな1ページで大きい絵だったり、あ、下に黄色い絵に紙に描いてるのもあったり、あ、実際こんなシーンでしたよっていうのも載ってたりしますね。そんなのばかりかと思えば、あら、そんなのばっかり、あ、殴られてる。あ、劇場版っていうことで、劇場版アイ戦士ガンダム2でもずっとこういうのばかりじゃなくて、このように大きいカットが入っていることもいっぱいあります。うん、セイラさん、そしてここはこんな感じ、窓を、あ、なんかハヤトが悔しいシーンかな。たくさん入ってますね。いっぱいめくってもめくってもめくってもガンダムは当たり前ですけど、そうやってペラペラめくっていくうちに、最後の方にこうガンダムの現場っていう読み物が入っていて、これが257ページから、そしてずっと続いて最後に271ページまでね。編集うんぬんうんぬん、月刊ガンダムエンス編集部など書かれていまして、3500円、本の厚さはというとこんな感じ、3センチはいかないけど2センチはいってるっていう風ですかね。なかなかいい紙を使っています。